俺のさ、住んでるところ、セミの鳴き声全くしねえんだけど。え、セミ鳴いてる？近場にさ、つうかちょっと行ったらもう森なんだぜ。森たくさんあるんだぜ。なのにさ、全然セミの鳴き声しないんだけど。最初窓閉めてるから、あんまり届いてないのかと思ったんだけどさ、ベランダとか出てみるじゃん。そういえばなんか、セミの鳴き声しなくねえと思って。セミの鳴き声全くしないんだけど。え、寂しすぎる。せっかくさ、あのセミの鳴き声のさ、あの聞き分けできるようになったの、俺。それとね、全然違うよね。ミンミンゼミとか、マジミンミン言っとらん、あいつら。すごいよな。ミンミンゼミのさ、やっとさ、このセミのさ、あ、これあれだなとか、言えるようになったのに、なんかセミのね、鳴き声しなくて、近くで。今年セミいないんじゃないかな。でもそんな時こそ、セミの鳴き声ガチャガチャ、おじひんが、や、来たわ。なんとね、セミの鳴き声が出る。セミのガチャあったんだよね。この丸太。ね、ただの丸太だと思うじゃん。セミもいるでるっていう。すごくないこのガチャ。いつでも、どこでも夏休みにタイムスリップできるっつうね。まずラインナップを見てみるに、ささ、セミの鳴き声。もうこの時点でも買うしかないじゃん、もう。めっちゃ嬉しくて、特にセミの鳴き声に飢えてるからさ、俺。いつも、わ、セミを押せば鳴き声が聞こえる。いつでも夏休みタイムスリップ。素晴らしい。しかし、さらに素晴らしいのが、なんと、磁石ついてんだって。だから冷蔵庫とか、しかもあの、キーちゃんもついてるしね。だから冷蔵庫とかにつけると、もうジュース取りに行くたびに押して、あー、セミの音が、セミの鳴き声が、音が、鳴ってるねみたいな。行くたびにポチ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 押せるっつう奇跡ミラクルですよ。いや、来てるねで、ラインナップ全4種。ミンミンゼミにツクツク帽子、クマゼミに日暮らしと。いやー、日暮らしの、音色が、頭の中にも鳴ってる。鳴ってるよ日暮らし鳴ってるよバカ野郎この野郎いやーいいねそれが、これガチャだよね今開けたのが、あ、ミンミンゼミだね。今開けたのがミンミンゼミターン。このミンミンゼミターンを出して、あの絶縁体、あの絶縁シートがあるから、これ。絶縁シートが、まあ、セミのね、フィギュアのクオリティはもう雑魚ですよ。正直。でもこれね、音を楽しむものだからいいのよ。セミの、ここさ、取ってさ、あのリアルなセミのフィギュアつけてもいいしな。俺セミの抜け殻とか持ってるから、こうつけても。全然いいんじゃないかなと思う。もうセミのフィギュアとしては雑魚。丸太のクオリティも雑魚。ただ音を楽しめ。もう、あ、すげえ。磁石くっついてる、ここ。で、絶縁シートね。ピッ。で、音に注目。行くぜ。行くぜ、みんな。行くぜ。あ、こっち向けといた方がいいね。こっち。うわ、これやばいわ。たとえ秋でもこれからね、来るであろう。秋、冬。それでもこれ押したら、マジ夏休み戻れるわ。え、めっちゃいいガチャ買ってしまった、俺。セミの鳴き声。これ超おすすめ。みんなもゲットして、これ。音聞いて、音。最高だぞ。今のがね、ミンミンゼミ。マジ、ミンミン言ってるじゃねえか。ミーン、ミン、ミン、ミン。やっぱこの音から撮ってるっていうのは素晴らしいよね。こいつミンミン言っとるから、あ、ミンミンゼミでいいじゃん、みたいな。わかりやすい。日本人すげえ。わかりやすいよ。そしてこの子がつくつくちゃんかな？これつくつくちゃんだわ。この子がつくつくちゃん。あー、つくつくちゃんもいい鳴き声するんだよね。でも俺やっぱ日暮らしが一番いいかな。日暮らしを聞くとやっぱ夏って感じがする。日暮らしね。で、絶縁シート、絶縁体取りまして、まあフィギュアは雑魚だから。これ気にしなくていいから。音をね、音をね。マジ鳥みたいな鳴き声しちゃうんだこいつな。つくつく帽子いいわ。すごいな。しばらくこれ鳴るね。一瞬じゃなくて結構長い。10秒くらいになってるかな。そこもいいよね。一瞬だけミーンで終わるんじゃなくて、ずっと鳴いてるからね。ずっと鳴いてるから。しばらくの間。え、めっちゃこれフィギュアがさ、丸太が作り込まれてた至高のガチャだったわ。うん、これ至高だった。レジェンドだった。だからフィギュアがちょっと雑いんだよね。そしてこの子が日暮らしたんで、で、この子が熊ゼミたんだから、ちょっと熊、やっぱ日暮らし最後にフィニッシュで聞きたいよな。最後にさ、みんなで聞いて、あれでフィニッシュしようぜ。いやー、楽しみだな、日暮らし。しかも音質が結構良くて、おー、熊ゼミたんですね。サポピー！よし、行くぜ！熊ゼミを。
夏だ、夏が来て、やっぱさ、夏イコールセミの鳴き声、セミの鳴き声イコール夏だよな。そしてこういうこともできるわけですよ。コラボレーション、なんだこの夏のオーケストラは。夏のオーケストラじゃねえか、ばっか野郎これ。いやほんと、なんで今年全然セミ鳴いてないんだろう。それ去年鳴いとった？俺場所が悪いんだよ。引っ越してえな、マジで。セミの鳴き声が聞こえるところに引っ越したいんだけど。マジセミの鳴き声全然聞こえない。俺の今いるとこ。なんでだろう。マジすげえ悲しい。前にね、住んでたところは、なんかベランダによくセミの死骸とか落っこちてたんだよね。めっちゃテンション上がってさ、撮ってさ、観察してたのよく。でもセミの、死骸すらもないし、ここ。セミいないんじゃねえの、ここ、この地域。マジクソつまねえとこにいるわ、今。やっぱ夏はセミの鳴き声ないとダメでしょ。ん、セミ。もう、ここうるせえよってくらいになってほしいもんね。お前らマジうるせえよってくらい泣いてほしいんだけどさ、俺的には。夏って感じがして。すごくいいんだけど。いや、全然ないからさ、もう悲しい、俺は。ただ、そんな時に出会ったのがこのガチャでした。これをね、抜いて。これラスボスだからね。フィギュア雑魚だけど、全然クオリティ高くないけど。ちょっと、もう一回聞いて。もう最高。やっぱ日暮し一番良くない？なんでこいつこんなさ、いや、すごいわ。はぁ、最高、マジ、やば。もうなんか脳みそがすっげーリラックスしない？すっげーリラックスするよね。もう夏の田舎の風景がさ、行ったことないけど思い浮かべられるようなところあるじゃん。夏といえばこういうとこみたいな。行ったことないのに、もう頭の中に浮かんでくるよね。こういう、あ、こういう景色、いいね、みたいな。素晴らしいガチャだったわ。ちょ、最後全部いっぺんに鳴らすしかないっしょ。全部持って、いっぺんに。すげえ夏だわー。ちょっと待って。最高。このガチャ考えた人天才だわ。天才天才。もうこれ天才でもう。セミはダセいけどな。セミ ありがとう、ありがとう、セミのガチャガチャ。最高のガチャゲットしてしまった。ということで、今回は、なんとね、いつでもどこでもセミの鳴き声を堪能できるセミの鳴き声ガチャのね、開封レビュー動画でした。みんなもぜひゲットして聞いてみて。最高だよ、俺の推した日暮らし。やっぱ日暮らしいわ。日暮らしもなんか DNA に染み込んでるのかもしんね。この日暮らしの良さが。すごい、もう落ち着くね。リラックス効果がある。日暮らしの音は、これ寝る前聞こう、日暮らし。最高のガチャだった。こういう風に置いておいてもまあいいかもしんないよね。冷蔵庫とかにくっつけてもいいし、置いておいてもまあ可愛いわ。おもちゃ。フィギュアはダセーけどな。これでフィギュアがさ、もっと凝ってたら、至高のガチャだったぜ、これは。いやー、すげえよかった。じゃあ、最後にもう一回日暮らし聞いて終わりにしよう。みんな、いい夏を、最高の夏休みを送ってくれ！